ババアは辛いよね。ちょうどそれにかかった時ぐらいから私なんか疲れすぎちゃって、ほら還暦前打つみたいなので更年期とかもなんかこう、ね、ちょっと死にそうだったね。いやいや本当に、いやすごい、やっぱり人間って落ち込む時って落ちるんだなと思って、中学ぐらいの時に一回、ほら、カルト少女、カルトとか言っちゃって、カルト球団じゃないんですけれども、そういうカルチャーが、そういうのにハマって、一回そういうドツボ沼にハマったことがあったんですけど、いや、40何年ぶりに沼来たなとか思って、で、この間も先生とお会いした時に最初に、どうなのこうなのこの頃って言われた時、え、そういえばと思って、なんかちょっとね、やっと、11月ぐらい、ちょっと抜けた気がして、もうひどすぎて、もうサウナにも行けないし、ヨガもできないぐらいだったんですけど、おかげさまでヨガもサウナもちょっと復活して、まあそれでも前のようにはガツガツ行ってなくて、週1なんですけど、やっぱそういう明けない夜はないじゃないですか。吉田さん、さっき先生にそれ言ったら、ひどいこと言ってね、ひどいことやんない。え、弱いようなにも。あ、じゃあ言ってたじゃない、なんか。いや、これで安心すると、またね、あの、ほら、私たちガラスの還暦、ガラスの60代だから、ね、また揺らいでくるかもしれないけど。でもね、揺らぐっていうのはあるあるある。やっぱり一発で起こって一発で上がるなんて、そんな漫画みたいじゃない。それは30、40までですよね。ゆらゆらってして、こういう感じ。漫画だと何かで、そうだってこうシャーッと、なんか資産とかいっぱい、もっといっぱい線を引いといてみたいな。一番いいしね。そう、一番いいし。気持ちいいとか。はぁってなって、何かを得たみたいな。なかなかね、それは若い子だったらそういうのあるかもしれないけど、なかなかね、壊れやすいお年頃なんで、そういうの、あ、そうか、じゃあ由来でていいんですね、こう、由来由来、なんかそんなはっきりした奇跡みたいなことはないね、もうね、昔はだけどね、掴んでた気がするけど、幻はね、そこの時期があるから砂となって今掴んだ気がしたものは何だろう。そう、なんだろう、これは幻でほら、人生そのものが幻かもしれないし、そうそうそう、私たちだって、死んだら、ほら焼かれて灰になってシューってなっちゃうから、一瞬の幻を追いかけていければいいんでしょうかね。いいんですよ。なので、いや、年取るってこういうことかなとか、なんか一生ここから出れないのかなって、もともとそういう暗い体質、アンダーグラウンドカルチャー少女なんで、もともとが暗い、あの普通に綺麗なものとか、ほら、ちょっと苦手。ほら、おへそが、よくね、ちっちゃい時親に、いい子はおへそが横についてるからって言って、あ、それくらい根性が回ってるってことねっていうのを幼稚園の時から自覚して生きてるんで、そんな私でもちょっと受けた、あ、ちょっと受け上げた、そんな私でもっていうのはね、還暦が生まれ変わっちゃっても体質も違うし、あ、そうか、人も違うんだけど、でももう一回やるのかな、え、じゃあもう一回思春期やるの、そう、誕生だからさ、入院子なんですか、入院子、お茶怖いぞ、へそがこっちに移動したら背中まで行っちゃったらどうしよう。まあ、そんな感じで、ちょっと来年はそんなことを、ちょっと先輩のマッキーに聞いて、なんかこう、あれですか、過ごし方ですか、そう。なんか来年ね、そうなのよ。どうですかね、来年は、ババアの。2019年はどうでしたか、まあ、19年今年、どうでした、結構大変だった。やっぱり、家族の入院とかがね、あるとね、大きいね。自分より人が入院する方が大変ですよね。私も、散々、ほら、母とか父が言ってたから。まあ、大変さの質が違うよね。そう、自分はだってこうやって寝てればいいから。いや、寝てるのとかはそうですよ。いや、でも、通うのはね、病院はやっぱり疲れる。看護師さんとか、看護師さんとか先生、本当に感謝ですよね。本当。じゃあまあそれもあったりとか。あったりして、あるとやっぱりその、なんていうの？今までとは違うその彼、家族を見るっていう目に合うじゃない。それで考える、いろんな関係とかも考える。体に関しては元気だった。よかった。まあやっぱりダンスやって、そうだね。生きがいっていうか、ね。そうそう、筋力、持久力、やりがいともに、やっぱりやりがいってさ、今回その、私がうつうつとした、あの暗黒期を、にまだちょっといるんですけど、いた時は、何も興味が湧かないで、何食べても美味しくないとか、あの何も嬉しくない、テレビ見ても筋がわからないっていうのは、
人間っていつもちょっとワクワクしてないと心が死ぬなと思いました、うんうんうん、でも心死んだら死ぬんだよね、本当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 、うちのなんか父は、15歳も母より年上だったのに母の方が先に亡くなって、うんうんうん、それからなんか俺は生きてる価値がこれだって第5さんじゃないですか、15歳年下の母、うんうんうん、先に行くだから、うんね、しかも最愛の陽子が、だからなんか俺は生きていく価値がないと本当に半年後に亡くなっちゃう、あれきっと心が死んじゃったんだね、でもそれでも84歳だったから、うん、まあないね、その時の男性としては全然20まで上だったんですけど、うん、やっぱり心が死ぬと死んじゃうんですね、うん、やっぱりその欲望とか意欲っていうのがね人間を動かしてるっていうのがよくわかる、ね、でもそれはやっぱりどうしても出ない時は出ないんですね、うん、と思った、うんうんうん、なんか出てくるのをまた待てばいいのかな、うんうん、それで先生、うん、来年はということで。